後世による、ルイ5世の肖像ルイ5世は、カロリング町最後の西フランク王。西フランク王、ロテールと、イタリア王、ロターリオ2世の娘、エンマの間の息子、タイダ王と称された。979年、父の在位中に共同統治王として退官された。986年、父が死去すると単独統治を開始する。しかし、翌八十七年五月、 ユーグカペ庭と連携した、ランス大司教アダルベロンの懲罰のため出陣したが、狩猟中の事故が原因で死去。コンピエーニュのサンコルネーユ修道院に埋葬された。経史がなく、ここにカロリング長は断絶し、国王選挙によって新たにユーグカペ庭が国王に選出され、カペ庭長が創始されることとなった。これ以後、西フランク王国は、フランス王国と呼ばれる。 982年に、アンジュー博古く2世の娘で、トゥールーズハクレーモンの家父であったアデラ・イード・ブランシュと結婚したが、1年後に解消した。アデラ・イード・ブランシュは、その後、プロヴァンスハクギオーム1世、さらに、ブルゴーニュハクオット・ギオームに嫁いだ。フランス王ロベール2世の王妃コンスタンスは、アデラ・イード・ブランシュとプロヴァンスハクギオーム1世との娘である。ありがとうございます。